聞いていてるとテレビゲゲーームムやオンンラインゲームの話が多い気が多気します、うん、悪いの <laughs> 自分はゲームボーイカラーやワンダースワンを主にやっていたのですが、お二人は携帯ゲーム機の思い出はどんなものがありますか携帯ゲーム機の話してなかったですか俺は。いやいや、ね、ワンダースワンの話なんかもう毎週してんじゃない <laughs> ちょっと言い過ぎかそれはどうかと思う。今ワンダースワンの話毎週してるラジオがあったら、打ち切られてると思います。<laughs> まあ、そんなに続かねえしな。うんうん、話題ね。うん、携帯ゲーム機の思い出ですか。携帯ゲーム機は、うん、まあでも一番最初何に触れた俺ゲームボーイっすゲームボーイなのええ、あのー、そう。もっと行くと、あの、ゲームウォッチのなんか派生系みたいな。え、お前、歳いくつ、うん、<laughs> えありませんでした、でも。その、あの、いつの時代も。なんかデパートとか売ってますよね。ああ、ゲームボーイに入る前の、 子たちがプレイしなさいっていうタイプの。フィのゲームしかなくて、で、なんか黒い棒人間みたいなのが動き回るやつとか。ピピ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 ーっていうようなやつ。それ、まさにその音。うでも、それを携帯ゲーム機と呼んでいいのかどうか微妙ですけど、それを外すのはゲームボーイっす。ゲームボーイからなんだ。うん。なんか意外だね。アドバンスとかじゃないんだ。じゃあなんで、俺ゲームボーイ、一応俺世代的には、あの、ゲームボーイ発売された、 当初がポンピシャのリアルタイム世代なんで。あ,あそう。ええ、小学生くらいだと。カラーとかでもなくて。カラーとかでもない、ゲームボーイです。ゲームボーイで一番最初には何をやったのええと、いろいろ名作あるからな、ゲームボーイも。ちょっと待ってくださいね。あの、ポケットモンスター以前の記憶が薄いんですよ。<ー>星のカービィ星のカービィ星のカービィってポケモン以前ですよね。ポケモン以前です。じゃあ、星のカービィですわ。俺が小学生の時にやった気がするな。うん、中学だったかな。 星のカービィ。四股もやりましたね、星のカービィ。ああ、そう。うん、あれ面白かったもんね。あれ面白かったっす。あの、うん、あの当時コピー能力もまだなかったっすね。ないない。あのー、吸い込んで吐き出すだけのだ、ねそう。吸い込んで吐き出すだけなので面白いって、天才ですよね。天才 <laughs> <laughs> だし、うん、ゲームボーイがまだまだこの、うん 発展途上な段階だったからさ、うん、一つの完成形というかさ、アクションゲームここまでもうファミコンと同じぐらいのことを普通にできるんだって思ったから。ああれどんどんなんか紐づいて思い出してきたぞ。<お>スーパーマリオのゲームボーイ版ってなんてタイトルでしたっけスーパーマリオ。何度 2, 2いや、あのー、なんだ、変な UFO 乗ってる宇宙人がラスボスのやつ。え<な>ラスボスのやつみたい、ね、んあれうん。んクッパじゃないの。UFO 乗ってる変な宇宙人がラスボスなんですよ。 スーパーマリオやつ,つ,つの金貨かなんかは2だと思うの。うん、ちょっと絵が綺麗になって。いや、絵はね、汚かったです。あの、<laughs> すごいキャラちっちゃかった。すごいキャラちっちゃかった。あ、それいうです。1>, 1、スーパーマリオ1。うん あれ、マリオシリーズ作ってるチームじゃないチームなんだよね。作ってる違う人たちが作ってるんだあれだからちょっとテイスト違うし、いつもの曲もなかったでしょなかった気はする。で、ファイアーボールがバウンドするでしょするバそう、まあまあまあってなってたでしょうだから俺ファイアーボールってバウンドするもんだと思っんだけど。しないんですよ。俺が入った最初入ったのが、ゲドウマリオだったんだ。ゲ、ま、ゲドマリオでいいのか任天堂さん意味違いますかねこの人おかしいだけですから。スーパーマリオランドかな それが思い出した、スーパーマリオランドです。そうそうそう,そう。めっちゃハマった、スーパーマリオランド。でも、スーパーマリオランドの面白かった。これ面白くでしたよ。うん。あの、やっぱり、それこそ、ファミコンとかで、家でやるものと、うん、ゲームボーイの初期って、ちょっと別物だったね。うん、ま、簡易的なものが多かった中で、マリオとかの、ニンテンドーさんのやつはやっぱクオリティ高くてさ。 ああ、ですよね。やっぱ、他と比べても。そうそう。あ、パラソルヘンベイもやった。パラソルヘンベイって、アニメじゃねなんかアニメあったよねあの、俺見たことないっす、そのアニメ。パラソルヘンベイのゲーム。パラソルヘンベイのゲームのゲヤム。やばい匂いしかしないけど、大丈夫。あの、なんか。パラソルヘンベイって何する人なのわかんない。傘で、なんか、傘で飛んでる人。傘で飛んで、メリーポピンズ。傘で飛んでる人イコール、メリーポピンズしか出ないけど。傘で飛んで、町内に落ちてる飴を拾ってた気がする。 やべえやつ。で、顔はなんかちょっとムービーみたいな顔してたんですよ。カみたいな。そう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 。だから俺、あいつが何のキャラなのか知らなくて。そう、これ、カラソルヘンベイ。パラ、あ、ゲームええ。パラソルヘンベイね。これ、ま、まずこれ、いつの時代のゲームか分かんないんですよね。マリオ以降なのか、マリオ以前なのか。なるほど。俺ね、その、やっぱり俺も最初の携帯ゲーム機はゲームボーイだけど、その時に面白かったけど、あまりメジャーじゃないやつで、 あの、シューティングゲームなんだけど、名前がわかんない。シューティングゲームなんだけど、時代劇風の世界観で、なんだで、パーティーを編成するの。え時代劇侍とか武者とかそういうのを編成して、雇うのしかも。で、オプションみたいにこう周りにいて、やられると一人ずつ減ってっちゃうみたいな。えなんかその世界観やばいっすね。あれは面白かった。それ真面目な世界観でしょそういともなんか割とてる真面目、真面目。知らない。